北海道一周するというね、古典編でこれからだっただけやから。ホタテの。ああ、やってたね。あっちやっちやな。ここで緊急事態が起こりました。網走とか知床の方に向かいたいなと、ちょっとお尻がね、そろそろ痛くなってきましたが、行きましょう。はい、ブラゾーさん、カニお買い上げでございます。一応だから、あれもう止めとったからそのまんま撮影してるから、ちょっと左側に映ってるかなぐらい。やっぱ会うことなんかええかもな。うん、の方が無駄。道の駅です。サロマ湖休憩。先に今日はホテル行きたいなと思います。網走ホテル VR。 はい、それでは休憩してきました。今からバイク乗って、移動したいなと思います。もうお尻が痛くて痛くて仕方ありません。もう取れちゃいそうです。最初知床行こうと思ったけど、無理ない。雨じゃなくて距離、距離的に。例えばこっから知床行くとしてやんか。100キロぐらいです。いや、100。やけど片道2時間半ぐらいかかるんちゃうかな。2時間半ぐらいかな。往復5時間やん。そう。でそこでなんか食うや見るやってなったら、また時間が。そう。でそこの行きたい海鮮が3時で終わる。だから今から行って間に合わない。ギリやろ、もう行けたんですか。だから知床はもう明日にするか、まあ次回にするかどうしようかなって。知床って別に海沿いは海沿いだけど、それよりもこの辺りの方にあんのよ、この半島行くよりも。この辺り海洋道ってバイカの聖地とか、これ言うてたマシュークとか、これクシャロコっていうとこ、この辺がメインなよ。明日はここ行って、ここにホテルあるんだ。だからそんな遠ないの。だから今日はこの辺さーっとひゅって行って、明日この辺さーっと行ってホテル泊まって、そのまま旭川まで、これも2時間ぐらい。朝9時チェックアウトして11時ぐらいに旭川着いて飯食って、1時ぐらいから撮影、そのまま下っていくっていう。一番移動距離長いの何かちゃう。うん、そのまま、うん、もうケツ痛いよ、だいぶ。いや、うん、あれ、忘れてどうしようか、光来とってます。なんか言うてたの。光君がかっこいいな、バイク。うん、使ってたらかっこいい。うん、もう汚れてる感じとか。林道行ったからね。林道に迷い込んでる。これうまいわ。なんて、うまい。うまい。あのロッチでカフェでランチしてここっていうゴールデンコース。距離で言ったら。1キロないくらいな。あ、ここまで、うん、だって世界一位だったろう。やった人も2回だと思う。これ信号乗ってんの。この北海道旅行で一番当たりのコースやったんだけど、ロッチってここ何行ったのか。これ茨ってあのカニのやつ。うん、ただカニのやつ。でもアイス嫌いなの。
ってあのすぐしたかって言ったら、うん、毎日さご飯で味噌汁出てくるやん、はいはい、味噌汁口に含んで鍵のとこにフッて吐くねん、そう、まあ、味噌汁って塩分あるやん、はいはいはい、でその塩分で錆びて劣化して鉄がで最後ガーンって出てって上伝って逃げて脱獄してすげえな、いきなり聞いた人は何の話か分からんけどね、前来たんやろ、そう高校時代、うん、覚えてないですね高校の時なんかな、適当に来いって言って行かされるだけやからな、なんか牢屋入ってみたいな体験ができたと思う、へえ。入って助けてくれみたいな写真を撮った記憶があるけど、そんな写真も残ってもな、最後に入ってきた、あーです大阪です、はい、行ってきました、どうでしたでしょうか、うん、久々その高校時代が15年ぐらい、うん、15年やでしょ、うん、前に行ってたけど全然記憶にない、ただお土産コーナーのところでここで冷やし買ったんやっていうのは覚えてて、タバコはな、そう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 、タバコ捨てないけどね、ね、当時ね、そう親にっていうことで買ったんですけど、まあ全然覚えてなかった、これはな改めてな、うん、ああいうしょうもないことはせんとこうと思ったなあんなとこぶち込まれたくないから、まあな、なんか知らんおばちゃんにオレンジの服着てるから涼しいんだ家なって言われて言われとったな、顔がそうですからねわけわからん絡まれ方とかまあね、あばしない動画とか写真とかその YouTube 用に撮ったらあかんからね、自分用にやったら撮ってねんけど、もしあれと来たい方はぜひ行ってください、じゃあ今からホテルチェックイン、今日はちょっと早めにチェックインしようか、そうですね、疲れてるし、うん、了解です、はい、それでは今からご飯を食べに行くわけなんですけど、ちょっと今回の旅で北海道らしいものはまだ食べれてないので、なんか今から行くとこは結構北海道っぽい魚とかが出るみたいで、うん、何やったかな、あその魚の種類が、そう、あそういうことね、そうだからちょうどいいなと思って行くんですけども、さっきね夕方昼寝しようと思ったらね、全隣から怪獣の声が聞こえていて、ガー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 言ってるから全く寝れんくて、ようやく寝れたのだ、最後15分ぐらいしか寝られて今日は絶対ね怪獣より先に寝たいなと思います、はい、では、行きましょう、網走の評価の高い番号屋さん、はい、行きたいなってます、行きましょう、はい、ガーリック牛ステーキなんかもあって、全然関係ないんですか、一生懸命揚げたら結構やっぱ多いんだな、うん、このズッキーニとかシンプル、そういうとニシン食えるやん、うん、はい、ありがとうございます、どうです、ちょ休養ですね、今回は、うん、うまい、俺レンチャンで飲むことないわ何レンチャンなん、フェリーやろ、で、ルモイやろ、フェリーからやな、ほんまにフェリー、ルモイ、で、キーのお経やろ、どっかが今日週末のみにしてるさ、ほんまいや、金曜飲んだら3日、あ、日曜飲む、日曜飲む、次の日のな、月曜、いや、けどまあそんなにすごいの、うん、見たやつですね、うん、と、今食べた後はフォークからフォークのところですね、この、うん、揚げてるやつね、新茶が美味しいだけじゃん、塩パンチョンチョンチョン、ほぼポテチよ、これさつまいも、うん、皮かな、うまい、うまい、うまくない、これは揚げ出し豆腐、揚げ出し豆腐ですね、これだし汁が結構うまそうやな、まあ確かに、だからうどんとくまった、うんうん、お茶漬けも頼んだけどだしね、おだし系が結構してたので、ね、これ刺身、うん、鮭ニシンとソイヤ、なるほど、うん、鮭、うん、全然クラスさん真っ赤なニシン、うん、カンタールとかあるね、そしてこれがソイ、うん、でもうまい、うん、そうっすよ、このうどんが一番嬉しいかもしれないこういううどんがね一番好きなんですけど、麺類好きやもんな、好きやな、でもうどんは食わないんですよね、あ、そうだよ、白い炭水化物あんま食わない、あ、そうか、炭水化物あるうまいね、うん、ダッシュうまいもん、めちゃくちゃうまい、うまいね、うん、はい、それではね、ご飯食べてきました、今日は結構まあ休息みたいな感じで動画的にはあんまり変わりなかったと思うんですけど、僕ら的にはもう結構疲労が溜まってて、まあちょっと今日でリフレッシュしようかって感じで、明日はさっき距離計算出したけど結構走らなあかんやん、うん、
せいで、で明後日もまだ走らなかった、うん、でそれでおそらく終わりになると思うんやけど、まあ明日明後日ちょっとまあ事故のないように行きたいから、今日はちょっとこの後帰ってサウナ入ってゆっくりして寝たいなと思いますので、ではまた明日会いましょう。おやすみなさい。420キロぐらい疲れたね。何にも見えない、全く何も見えない。バーテックス、ありがとうございます。綺麗だね。あんま